はい、ご機嫌麗しく、レオハルト陛下。ナルセミオンの行方がつかめなくなったという連絡が入った。それより今から王城へ来てもらいたい。これはまた突然のお話ですな。何か問題でもあるのか。かしこまりました陛下。待っているぞ。気軽に呼び出されても困るぜ、バサッチ。教えろ滝川、何があった。ミオをさらった奴は。あの時全てに疑いを持つべきだったんじゃないか。どうしてマリアは。ゾルギアはナルセを単独で手に入れようとしたんだ。ナルセを狙ってる幻魔王の抜け駆けを目論んだのさ。ならマリアは。あのサキバス、ああ見えて相当の奥の手を持っているらしい。そういうことか。お前とナルセの主従契約が逆転して発動したのも。どうしてそんな真似。サキバスの再印特性を付加し、主以外の奴が帝装を奪うと。教えてくれ。ミオの居場所がわからないんだ。お前を叩きのめしてでも、あの二人の居場所を教えてもらうぞ。短い友情だったな。バサラさんもここには来られません。もう逃げられないんですよ。一体何のようです、ラース。ナルセミオの身柄をもらいに来た。代わりにこいつをくれてやる。悪い取引じゃないと思うが。まさか陛下にゾルギア閣下を推薦したの。ついでにこの隠れ家とナルセミオをさらった事実も報告しておけばよかったか。脅すつもりですか、ラス。仕方ありませんね。賢明な判断だ。ご忠告には感謝します。ご心配なく、あなたの死が陛下たちの耳に入る頃には。申し訳ありません、ミオ様。お母さん。なんなりとお申し付けください。バサラさん。少々予定を変更します。やっぱりここは。はい、マリア。もうバサラさんにできることは何もないんです。確かにお前一人じゃ母親を助け出すのは難しいかもしれない。彼らの命令に従ってバサラさんの心を支配するしか。鍵。マリアなのか。